4人のサチュロスに囲まれたアミューモーネーを描いた、老いの声。アイソンが、アテネ、ケラメーコス考古学博物館所蔵、パフォス考古学公園のモザイクが、ポセイドンとアミューモネ。アミューモーネーは、ギリシア神話に登場する女性である。長母院を省略したアミューモネとも表記される。アルゴス王、ダナオスの50人の娘の一人で、 ワタツミポーセイドオ,オーンとの間にナウプリオスを生んだ。神話によると、女神ヘーラーとポセイドオ,オーンが、アルゴスの領有権をめぐって争ったとき、過信、イーナコスはヘーラーに、有利な判定を下した。怒ったポセイドオ,オーンは、アルゴリス地方にひどい干ばつを起こして報復した。そのためガナオスは娘たちに水を求めさせた。そこでアミウモネーも他の姉妹たちと同じように水を、 探して歩いたが、ある時鹿を発見し、槍を投げた。ところが、槍は逸れて、眠っていたサチュロスに当たった。するとサチュロスは目を覚まし、アミウーモーネーに浴場して襲いかかった。彼女が叫んで助けを求めると、ポセイドーンが現れ、三射撃を投げて、サチュロスを追い払った。アミウーモーネーは、ポセイドーンに感謝して、一夜を共に過ごし、二人の間にナウプリオスが生まれた。 ポセイドオンはまたアミューモーネーのために、アルゴスから干ばつを救う手助けをしてくれた。アポロドーロスは、ポセイドオンは彼女に、レルネーの泉の場所を教えたとだけ述べている。ヒュギーヌスによると、ポセイドオンがこの出来事があった場所を散策劇で着くと、泉が湧き出た。泉は、レルネーの泉とも、アミューモーネーの川とも呼ばれた。あるいは、ポセイドオンが彼女を助けるために、 三射撃を投げると岩に突き刺さった。ポセイドオーンはアミューモーネーと一夜を過ごした見返りとして彼女に三射撃を岩から抜くように命じた。彼女が言われた通りにするとそこから水が湧き出た。泉はアミューモーネーの名前で呼ばれたが後にレルネーの泉と呼ばれた。この泉は後にヘイラクレースのヒュドラー大の舞台となった。パウサニアスは アミウモネー川の水源のそばに一本のプラタナスが生えており、ヒュドラはこの木の下で育ったと述べている。ありがとうございます。